こんばんは。戻りました。合ってるよ。こんにちは。はい、こんばんは。覚えろよ。どうしたん？どうしたん？空っぽだよ。入れとけよ。頭が良くなる本を買ったよ。それなんて言えばいいの？俺なんて突っ込めばいいの？早く読めよ。あ、そっか。早く読めよ。いや、今捉えちゃったな。そうか。いいよ、ND ロードスター、なんで買ったか絶好調だよ。ああね、なんかねガンガンいってるよ。800くらいいってるな。もっとちゃんと語ればよかったの。ああ、じゃあ今からお願いします、ね。大丈夫だよ、今から、ね、ちゃんとこうまとめてさ。あ、まとめて、あの、メモっといてさ。あ、セリフのように。それも大変だ。それは大変で、大変で、よかった。いやー、厳しいね、これ。厳しいんかい。ああ、ずいぶん長い。ほんと、マジで。ああ、長いこと患ってろ。夏にさ、激痛があったんだよ。あ、そうなん。で、注射打ってとかでさ、まあ、なんとかあれしたんだけど、まあ、再発っつうか、どうにも曲がんねえ、ほんとに。肩になんか乗ってる。鏡で見た方がいい。乗ってるよ、多分。あ？2、3人。なんか乗ってると思うよ、多分。展開。だから上がんねえんじゃねえかな。そっか。一人じゃねえな、多分。そうだ、確かに。この重さは一人じゃねえ。引っ張られてるしかも。引っ張られてるの？下に？下に懐いてるな、だいぶ。やーべえ、もう医者じゃねえや、行くとこはな。医者、お腹だ。霊媒師、霊媒師とかそっか、そっちだ。なんで治んねえわけだよ。注射打っても治んねえわけだよ。なんだよ、言ってよ。そうか、そうなんだ。今頃来たか。いや、俺もこっちはこっちでもう大変だよ。ああ、びっくりした。ああ、てっちゃん、何してんの。てっちゃんを抱きかかえただけ。そうね、重いものってわけじゃねえんだ。まあ、まあ、ある意味重いものだけど。1キロあるのかな。そんなもんだろう。いやー、ほんと、いつものように。きついだろ、それも。あ、いつものように。おかしいんだよな、抱っこしてくれって言うから抱っこしたら。あれ、ちょっとやばい、ちょっとやばいかなぐらいだったんだけど、どんどん悪くなっちゃって。ああ、一回やっちゃうとね、癖になるかもしんねえよ。昼寝した後に、もう起きられなくなっちゃった。やばいと。今日はもう寝たきりですよ、朝から。そうな。カートレースも、あれ、何日か前に、エントリーしたんだけど、待ってますよ、なんつうんだよ。だいぶ皆さん期待してますから、なんて言われちゃってさ、YouTube が。あ、そうな。ああ、そうだね。YouTuber がね。好評で。ああ。あの、2階にテレビがあるんだけどさ、あそこ。うん。そこでみんな YouTube 観戦してるってね、俺の。あ、そうなんだ。そう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 。喜んで見てますよ、皆さん、なんつうんで。あ、そうなん。そうそうそう。女の子がいたじゃん。知ってる？受付に。あの子にさ、YouTube 中に、あの、なんだっけな。あの、見てくれてますって言ったら、いや、私見てないですって言われて、あの、テロップで、見てないのかよ、みたいなことを俺が言ったら、それが結構受けてるらしいの。
そこは言ってた。そうで、彼女は取られてること知らなかったですって言ってさ。ああ、ね、ああ、じゃあ楽しみにしてますなんて。でもさ、その子に聞いたんじゃなかったっけ。何を。これ YouTube 大丈夫ですかねって。ああ、そうそうそう、その子に聞いたんだけど、最初その子に聞いたんだよね。あ、そうそうそう、その子に聞いた、うん、聞いたんだけど、うん、あのそのなんだっけ、あの YouTube 見てますかっていう2回目に行った時に、うん、そのシーンは撮られてると思わなかった、うんうん、ああ、そうなんだ。本人は、ああ、そう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 、あ、撮られてるんでびっくりしましたなんて言われて、楽しみにしてますって言ったんだけど、今日朝のお断りの電話を入れちゃった。どうかい。残念ですね。じゃあ大事なちょっと話するよ。何、そうね、うん、あ、そうな、ちょっとさ、何、見直すわ。どっち、その目で。ああ、そっちの目で見直すね、うん、そっちの目でちょっともう一回 YouTube 見直すよ。見直してみて。うん、あ、まだカプチーノ車から出られないもまだ見てない。ああ、あれね。うん、赤木のね。今日出したやつね。今日のやつね。今日は寝たきりだからもう暇で暇で。あ、そうな。そうそうそう。それ何や。ぎっくり腰になってみましたで一個作れるか。映像はどれでやるの、映像は。映像が単調だな。うん、映像が、うん、なってみました、なってみました。そうな、うん、おー、それはちょっと衝撃だな。衝撃だろ。うん、あ、でも この話も YouTube 載せらんねえんだよ。うわ、なんかそういうのが多いな。まあ実際世の中ってそんなもんだもんね。ああ、そうなんだよな。残念。ああ、それをいかにやるのかね。うん、じゃあそっか、乗せられるやつ話そうよ。 ND ロードスターは新車じゃなくて、ほら、中古じゃなくて、なんだっけ、新古車なの、あれは。あの、試乗車。試乗車はだってあれだろ、うん、ディーラーじゃないんだろ。ディーラーじゃない。どこだっけ。豊中。あ、豊永。その経緯はどういうわけだ。まず新車を買おうっていう気分はさらさらなかったの。新車はなかったね。あ、さらさら高いかね。あ、高いから、うん、さらさらなかった。あ、うん、で中古車屋を見に行ったらたまたま新車車があったってこと。そう、 あそこだけじゃないけどね、あちこち見に行ってで見つけてもらってて。どこに。豊永に見つけてもらってたの。うん、豊永にも、あの、マツダの中古扱いもあるじゃない、そことか、うん、あと、ほら、ビッグモーターとかさ。ああ、何店舗も？ガリ、うん、ガリバーとかさ、とにかく見っけてくれって言うんで。条件は？そう。まあ ND で、うん、その時は白か赤だったんだよ。ああ、赤ってさ。白か赤で、うん。真っ赤じゃないよね。僕じゃあ、あのソウルレッドの方。ソウルレッドってのは、うん、あ、ちょっと真っ赤っかじゃないやつ、ちょっとドス黒いような。あ、うん、あれな。あ、うん、それか白でっていうんで、うん、うん、あとはそんなこだわんないからっていうんで。あ、年式も距離も。まあね、まあ、とりあえず見っけてくれっていうんで、あ、でいろいろあれした中で、 あそこの豊永に今試乗車であるんですよ。あ、そうなの。そうそう、現物があって。ああ、最後に行った店がそこだったって感じ。そう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 。あ、で何キロかな、何キロだったっけ、あの時走ってなかった。全然走ってなかったんだよ、試乗車だもんね。うん、500m 上じゃねえかな。嘘だよ、確か500m だった気がするけど。だから乗らねえんだね、あんまね。あ、試乗車だけど誰も試乗してねえってか。うん、ほぼ展示車だよね。あ、そうだよね。うん、うん、で、そう、それで、まあ、見て、うん、うん、もう見ちゃうとね、私もうピカピカじゃん、これだな、もうピカピカなんだよ。新車じゃん。新車の匂いがするんだもん。見た目も、匂いも新車。うん、見た目新車やらね、うん、見た目新車もう。え、何年式で何年落ちなん。
試乗車ずっとそこじゃなかったみたいだけど登録して1年が経ってた。ああ、そこっつんは何、うん、そのディーラーっていう意味そこっつの。うん、豊川にずっと1年あったわけじゃないみたいな。ああ、え、だって試乗車はディーラーとしての試乗車だろう、うん。そうだろうね。豊川で試乗車してたわけじゃねえんだろう。豊川でもやってたんじゃない。ああ、そうだよね。もったいないもんね。うん、そうだね。車検切らずにあれでしょ。うん、うずっと。そう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 。ああ、そういうことか。うん、うん、何年式？去年が最初の車検だった。あ、そういうことか。うん、うん、だから俺が乗ったのは2年だね。ああ、なるほどなるほど。うん、そう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 。じゃあ3年ちょっと前か3年半ぐらい前の年式で、うん、1年落ちの車を買ったってことか。そう、そういうことだね。でいくらだった？300ぐらいかな。高っ。高いっしょ。で、新車でいくらで買えるの？まあ新車だともっとするわね。そりゃそうだけど。ただね、あれね、ま、なんかいろいろついてたんだよ。あー、そういうこと？うん、オプションがね、マツダスピードのエアロもついてたし。あ、そうなの？あれ、エアロついてんの？そう。そう。だったんで、あれ、つけるとしたら LA するだろうから。マツダスピード？それが、マツダスピード。あ、マツダスピードなんだ。うん。ええー、あれついてて。ん？マツダスピードじゃなくて、純正お、あ、オプションみたいなエアロはないんだ。あるんかね。純正で？一応マツダスピードもない。オプションでじゃなくて。マツダスピードも、うん、ディーラーでつけてくれるんかな。つけるでしょ。ああ、そういうことか。うん、つけるでしょ。あ、じゃあホンダで言うとモデューロみたいな感じか。ホンダで言うと無限みたいなもんじゃん。あ、そういうこと。あ、うん、あ、じゃあつけてくれるんね。うん、そう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 。なるほど。で、それがついてて、うん。で、まあ、なんかいろいろついてて。あ、そうなんだ。って考えれば、まあ、いや、安かねえけど、まあ、安くはなってるみたいな。え、込み込み300？ そう。そう、大体そう。ああ、そういうことなんだ。うん。ああ、すっげえ、高えなーと俺は思っちゃうけど、まあまあ、まあ。高えよね。まあ、高えよと思うよ。あれで。まあ、いろいろついてるからね。まあね。そういうことか。そういうことっすよ。あれ、ホイールはなんつホイールなの？ホイールはレイズのホイール。レイズなんだ。うん。それはね、あれ、タイヤ缶で買ったの？そう。あ、じゃあ、うん、そこでタイヤ組み替えてアライメントまでってことだ。そうね。ホイールのサイズわかるの？何 J オフセットいくつとか。ああ、いくつだったっけなぁ。純正と全く同じではない。ほぼ純正だと思う。あ、そうなんだ。そんな変わってない。うん。ああ。16インチだし。あ、じゃあ、それであんな感じで。あ、じゃあ、もともと、あれなんだよ。スライチっぽいんだ、ロードスターって。あんま中入ってないんだ。あれはね、出してるの。あ、やっぱオフセット出してる。あ、ワイトレ？うん。あ、そういうこと？うん、ワイトレいくつ入ってる？そう。フロントが15度、リアが20じゃなかった。あー、気になると思いますよ、うん。やっぱ、うん。いや、YouTube 見てる人も、そこら辺が気になると思いますよ。あ、そうな。あの車どのくらい出してるんかなって。やっぱちょっと、んで、下げてるしね。だから、ちょっと、出さないと、ちょっと絵になんないんでね。あー、そうね、車高とか。やっぱりね。うん。そうね。そうそう。じゃあ車高落としてから、これはそう、車高落としての入れての、ワイトレっていうのはいまいち信用してないんだけど、誰が、画像的に、あ、まあね、あ、ね、だけどまあいや、ビジュアルっていうね、まあまあまあ、今更ホイール
買い替えるわけにもいかないって言うんだな。ね、そうだね。うん、そうそう。なるほどね。うん。うん。で、今何キロなの？500キロから今何キロ乗ったの？今ね、今いくつ行ったかな、1万は行ってるよ。あ、1万何千キロぐらいじゃなかったかな。あ、でも全、うん、そんな乗ってないね。そんな乗ってない、まあそれほとんど距離がないからね。だよね、じゃなきゃそんなじゃ収まんないよね。うん、うん、通常ほら1年1万キロ、うん、それはもうほとんどない。あ、うん、通勤距離はほとんどないっつうぐらいの。ああ、あれ、そう、車検が8月だったっけ。車検は7月。7月か。ああ、じゃあ3年半で1万キロじゃずいぶん走ってねえな、うん、全然走ってねえ、走ってないよね。だから遠くは行かないしね。ああ、うん、そうそう、うん、そう、この距離はほとんどな、用もない、用があって走りもしないから、だからこの距離はほとんどドライブのみ。ああ、うん、一番ドインが軽いぞ、私は。うん、そうだね。そうだね。なるほどね。そうなんですよ。そういうことか。うん。ああ、YouTube で、あれでしょ、あの、コンビニ、コンビニ、うん、止まって一服してたらなんか来たんでしょ。そう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 、あの、そう、コンビニ寄ってタバコ吸おうと思ってさ、まあ吸ってたわけで、車から降りてね、そしたら赤いロードスターが入ってきた。ああ、ロードスター入ってきたなと思って、その彼もね、若い子だったから、若い子だ、うん、降りてきて、そう、タバコを横で吸っててさ、もうその時点でなんか俺に言いたげだったね。まあ同じロードスターだから。ああ、そうね。ね、あ、うん、まあ、うん、だよね、みたいな、あれだったんだけど、うん、そう、それで、で、やっと重い口を開けて、YouTube に出てる人ですよね。俺ね、それでもまだピンとこなかったんだよ。あ、そうなの？うん、うん。なんてこと言ってるの？ YouTube に出てる。そう、YouTube に出てる方ですよねって言われて、は？それでもピンとこなくて、そう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 、で、ああでこうでって内容まで言われて、ああ、はい、みたいな感じで、そこですげえなと思ったの、YouTube。YouTube の影響力は。すげえなっていうか、怖えなっていうか。怖えよな。そう。オラオナチャンネルですよね。そう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 。おー、面白い。世界中に配信されちゃってる。登録しといてねって。世界中に配信されちゃってんだからさ。そうだよね。うん、そのうち外国人から、言わって言われるよね。うん、おー、みたいな。うん、まあいいけどさ、そうなんよ、うん、あれは嬉しかった、嬉しかった。ああ、もうない、まだ嬉しかった。それ1回だけ、1回だけだね。あ、そっか、うん、うん、でも、ああ、あの人がみたいな風になるんかね、知ってる人はね。どういうこと？ん、知ってればさ、うん、ああ、出てる出てるっていう風にね、なるよね。どっかで会った人がさ、ああ、そうだろうな。ND のなんかあれがさ、ああ、まあ、YouTube に載ってるあの人のやつね、なんて。そうだ。うん、まあいいんだけどね。まあいい。もうないじゃん、ロードさ、言い残したことない。うん、ないの？うん、あとは、メモったやつない。各自で。うん。俺はもうね、あの、それ人それぞれだから。ああ、そうね、確かに。ね、正解はないから、ね、正解はないから、ね、皆さん各自で、うん、みんなが正解だから。そうだね。うん、それで楽しんでいただければ。78人で停滞期に入っちゃったよ、俺もう。そうだ、全然伸びなくなっちゃった、この1週間くらい。
まあネタがな、本当ネタがあんまり新しくないから。あまあね、あの第1弾第2弾第3弾になってるからね、うん、まあいいんだけどね、今度の企画、まあ、時期も悪いし、そうね、企画あれなんで、いませんかっていう企画やろうと思って、あらあら、それならいいんじゃない、いいでしょ、うん、この企画いいなと思って、ちょっとやってみようと思って、うん、あれ呼ばれちゃった、あ、そうなん、申し訳ない、またね、はい、はい、じゃあまた、はい、ありがとう。